今回はですね、27943特有のフルブリッジのモーター制御のモジュールについて説明したいと思います。コンプリメンタリーウェブフォームジェネレーターっていうモジュールがあるんですよ。で、これが何をやってくれるかっていうと、フルブリッジの4本の信号線をハードが全部管理してくれるんです。で、ユーザーがやるべきことは、PWM 信号を作ってあげることだけなんですよ。だから割と簡単に実装できるんじゃないかと思います。16ビットの PWM 信号っていうのは出力が2系統あるんですよね。だから1本余ってるんで、その1本を CWG の方に回してあげるんです。それで、あと正転と逆転の切り替えなんですけど、これがすごく簡単で、4本の信号線を制御するんではなくて、コントロールレジスターのモードビット3ビットがあるんですけど、それを010にすると正転、011にすると逆転、まあこれだけで、フルブリッジの4本の信号線をハードが自動的に切り替えてくれるようになります。